焼肉ウエスト唐津店を運営するウエストは4日までに公式サイトにて同店従業員が行った不適切な行為について謝罪した。同社は今回の発表で焼肉ウエスト唐津店にて同店従業員が不適切な行為、食材が入った段ボールの上での動画撮影を行った映像をインターネット上に公開していることが判明しましたと説明。その上でこの動画に撮影されております食材については全品廃棄処分を行いましたと対応したことを報告した。